何を騒いでいる。速やかに二次試験を再開するの。この者たちは家の者。私が勝手に家を抜け出してきたので連れ戻しに来たのです。こいつらの狙いは俺だ。お前たちに関わり合う必要はない。今日はどうしても一人で自由を満喫したかった。だからあの時追われていたととっさに嘘をついてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。お前たちは二次試験に戻れ。それが砂隠れの忍びとしての義務だ。やはり偽物だったか。お前はなんでこんなことをする。俺に問う。その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。だがもう一度ゆっくり話をすればどうだろうな。なぜこんな真似をした。俺が巨乳なら何でも喜ぶと思っていたのか。急所は外して浅くしてやる。これでお前は自分の意志では動けない。そろそろお前を連れて行く。足でまと自分の意思を直接伝えられないやつ。要は下がってろ、ボルト。子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよ。確かに聞いたよな。ちょうどこんな風にだったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で殺された。そうか、お前は仙人王へと同じ術を身につけたようだな。平和を生み出し正義をなす。基本巴ではない。万華鏡をシャリンガンか。地面からの攻撃前にこの鎖を地中へ仕込んでいたのか。三人も今やあなただけだ。少しあなたと話がしたい。おい、言ったよな。覚えてるか、俺の警告を。必ず探し出して全員ぶっ潰す。